7代目継承式に向けて動き出しているのは間違いないが、内部情報はなかなか外部には漏れてこないし、漏れてくる話は全てが予想や空想でしかない。高山若頭や青山舎弟頭を最高顧問にして、顧問に6代目の舎弟たち3名を顧問にすることで、竹内若頭がやりやすい布陣にするのではないかと予想される。本当のことなど6代目司忍と高山若頭以外わからないものだが、さてと、舎弟頭と本部長のポストだが、本部長にはまだ大同会会長がそのまま継続かなと思われるが、竹内若頭体制になれば行動会の4代目に野内若頭を4代目にするだろう。そうなれば行動会の若頭は高山組組長の南が若頭になるのだろう。行動会から直参に昇格するのは2人だと噂されている。行動会4代目の内組長と行動会中の舎弟頭ではないかと噂されている。稲葉寺一家や高山組は行動会からは出ないと見られている。なぜなら山口組の直参よりも行動会のネームバリューがあるからである。山県組なら県流会、行動会は高山組である。竹内7代目が誕生する前に6代目山口組組長司忍はそのままで、最高顧問に高山清、青山千尋、顧問青野哲也、高木康夫、野村隆、若頭に竹内照明、舎弟頭2代目竹中組安藤組長、本部長森尾歌を大同会会長、若頭補佐藤井英二、5代目国水会会長、若頭補佐4代目行動会野内会長、若頭補佐津田力4代目倉本組組長、若頭補佐明通力明連合会会長、若頭補佐陸の康道4代目石井一家総長、若頭補佐山下翔局水会会長、若頭補佐加藤哲司6代目豪遊会会長、最高幹部はこのような感じになるのではないかと予想するが、高山7代目ならば司忍6代目は総裁になり、7代目若頭には竹内会長だが、そのような予想は誰もがしているはずだが、高山若頭は誰もが予想できない体制にするだろう。高山若頭は当代にならなくても山口組の中では誰も逆らえない存在であり、行動会の総裁でいるだけで十分に山口組を支配できるのだ。今の山口組はすでに高山若頭に支配されているため、高山若頭が生きている限り誰も逆らう人は出てこないだろう。再度分裂するときは、高山若頭がいなくなったときだろう。